雨ですね。雨です。ねえ、雨ですよね、これ。これ、雨ですね。カッパありますけど、来たくないな。サンダー。OK、 よーし。お、やんできた。よし、休憩終了しましたね。もう速攻で休憩を終了しましたね。もう帰りまーす。はーい、帰るよ。雨降ってるし、もう予報外れたじゃん。もう悲惨やん。じゃあ帰りはね、何の話しようかな。じゃあ海外ドラマの話しますか。海外ドラマ、ですね、まあ見てる人みんなちょっとどうかわかんないですけれども、例えばのね、ネットの動画配信サービスとかって契約してますか。まあネットフリックス、大きいところで言うと多分ネットフリックス、DTV とかですかね、Hulu、あとは Amazon プライムとかもな、プライム、Amazon、Amazon プライム、どっちか。で、まあ Wi-Fi あれば、まあ、Wi-Fi っていうか、まあ、携帯でも見れますし、まあ動画見れるんですけれども、まあその中でもまあ俺一番楽しみにしてるのが、ですね、ウォーキングデッドですね。ウォーキングデッド。今多分ね、シーズン昨日一昨日かな、 Hulu でそのシーズン7がスタートになったんですよ。やっと7のね、シーズン7で、前ね FOX チャンネルのリアルタイム配信で一回見たんですけども、それってねすぐ終わっちゃうんですよね。1週間2週間くらいでパチッともう終わっちゃって、まあ期間限定の配信で、まあそれも見たんですけれども、でそのね期間限定が終わっちゃうと見れなくなっちゃって、まあ話も忘れてたんですけども、で昨日一昨日ね、そのシーズン7がやっとか公開になりまして、ネットフリックスは多分やってないんだよな。俺が分かるのはね、まず Hulu は確実にやってます。今シーズン7、そうだな、シーズン7、シーズン7、ですね、はやってますね。で今もうちょいで来月か、来月の下旬あたりに、Hulu だとシーズン8、まあ俺 Hulu 契約してるんですけれども、 Hulu だとシーズン8がね出ると、配信になるということです。まあその前にセブンでおさらいをしましょうみたいな。まあセブンは今までやってなかったので、ね、おさらいというか、まあ公開になってやっとかですね。やっとかですよ。遅いっすよね。絡みなんでしょうね、金の絡み。いやー久しぶりにバイク乗ったけどね。まさか雨に当たるとは。でもまたこれ晴れてるでしょ。もうこれ意味わかんないもんね。なんでここ来て晴れるかな。今度まずヘルメットにまだね雫ついてますからね。雨の雫がねついてるんですよ。こんなんばっかりなんですよ秋田は今、お、稲刈りしてる。
やっぱシーズンだなもうな。でそのウォーキングデッドね、やってますよっていうお知らせです。シーズン7ですね別にねあれだよね、まあ見たい人見てね。ねちょっと待ってね、もう話グダグダになっちゃったけども、ちょっと待って、ね、今説明するか。デッドはね、まあ今普通に多分ね、ネットフリックスだと1話から第1話じゃねえや、シーズン1から多分シーズン6、フルだとシーズン1からシーズン7かな。で、まあ、フル確定してるのが来月の下旬にシーズン8、8が配信されると。ちょっと DTP とかね、 Amazon とかプライムとかね、ちょっとわかんないんだけども、まあとにかくちょっと分かるのはそこ、うん、ネットリックスはね6までやってるシーズンで、まああれですよね、アメリカこうの海外テレビ特有のねゾンビですね。もうゾンビがね繁殖しちゃって、お、まあ人間がねちょっとねこう腐ったような感じになっちゃって、こうゾンビになっちゃうわけですよ。でそのゾンビが繁殖して、まあ残された人たちはどうやって生きていくかっていうね、その中でねこうなんて言うんだろうな、こうやっぱりねこの死の淵際にね立つとね、人間ってね何をするのかちょっとね面白いですよね。まあそういうリアルさも含めてそういう面白いドラマなんですよ。なんて言うんだろう、うまく宣伝できないけれども、まあ結構見てる人いると思うんだよね、ウォーキングデッドは。もうアメリカでは視聴率かなり良くて、でアメリカって視聴率いいとやっぱねそのドラマねどん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 先延ばしになるんですよ、シーズン7。まあプリズンブレイクとかは面白かったけどね、やっぱり今はねウォーキングデッドとかは面白いですね、うん、かなり面白いと思います。でまあそのゾンビからそういうね、なんか肉とかね、その体の一部食べられちゃった人はもうその全ゾンビにもう変性されていく、変わっていくような感じなんですけど、で治す薬がないんですよ。だからやられたら終わりなんですよね。でそのためにこうね、夜も眠れずにねこう見張りを立てて周りに柵をして、うんっていう感じで、分かってるのはゾンビはまずね動きがねちょっと遅い。でゾンビは音のする方向にみんな集まっていくんですよね。だからゆっくり歩けば大丈夫あとね匂いも多分彼らは確か聞かないはずなので、ゆっくり、あ、匂いも聞かないから、こうゾンビとかのその肉を体にこう一部につけると、そのゾンビの中に紛れ込めるんですよねでなんか匂いが強烈らしいんですけれども、そういうシーンもあったりして、で、まあ、シーズンなんだっけな、ちょっと忘れたんですけど、まあ綺麗ね、さっきこれ雨降ってたのにこの天気ですよ。まあおかしいっしょ、秋田県、まあ、秋田県がゲリラ豪雨っぽくもないのかな、ね、なんかおかしいよね天気。でそれが、うん、まあそんな感じです。でまあいろいろね住みかを変えて、例えばまあ最初は何だろう、町みたいな、町っていうかそういう集落で過ごしてたんですけども、まあモンゴルのね地みたいにこうね、こう方何だろうな、こう回り歩き回りながらこうね住める家を探して、でだんだん住めなくなったら移動していって、でもねゾンビにねいっぱい来て襲われて、もうやむを得ず退散してっていう感じで移動したりして、あとはね最強だったのはね刑務所刑務所最強だったな、まあ、結局いや、まあ、それも移動しちゃったんですけども、まあ、刑務所ってね外からね身を守るにはもう完璧ですよね。中のやつらを排除して、
だから一旦中のやつらをちょっと排除してゾンビを殺して、で牢屋で過ごすと、それはねなかなかね、まあゾンビは来れないですからね、完璧なんですよ。で食料とかもあって、まあそこはねいい感じだったんですよね。そこのシーズンは結構俺面白くて結構見入ってました、ね、でまあいろいろな人間がいるわけですよね。いろいろ裏切ったり、まあ協力してやるとこもやってみたり、ね、協力したはいいものの最後に裏切ったり、ね、まあそういうねリアルな人間がね見れるっていうね、まあ、それがまあウォーキングデッドのなんか醍醐味なんじゃないかなって思いますけれどもね、まあ、結構ね面白いんだよ。そうそうそう、うん、だから最近ちょっとそのなんていうの、シーズン6でねプツッとねずーっと止まってたんですよ、動画配信で。まあレンタルもそうですけども止まってたんですよ、ね、でそれが今シーズン7配信開始と、で8が、うん、さっきも言いますけど来月にね配信になる。みんな見てください。まあ多分スタヤとかゲオとかでもレンタルできるんじゃないかな。どっちがちょっと早いかちょっとわからないけども、俺ねあのネットフリックスとかそういうのをこうやり始めてからスタヤとかそういうレンタル屋さんに行かなくなりましたね。まあ、行く必要ないもんな、ほとんど揃っちゃってるから。だから、ね、結構ねまあ月額まあいろいろあるんですけど、月額も安いのだとね600円だか700円かな確か、うん、でわざわざね返す必要もないし、返却レンタルの返却のもないから、ね、結構ね楽なんだよなって思いますけどね、うん、楽だよこれものすんげえ楽。海外ドラマ、まあ、俺結構ねずーっとハマってるんで見てください。見てない人ね結構ねなんかね見るのめんどくさくて、なかなかその予告編で惹かれなくて見ないっていう人もいるんですけど、いざやっぱね海外ドラマを見ちゃうとね、なんか俺日本ドラマってちょっとつまんないなーと思うんですよね。日本の邦画もそうだもんな、邦画も俺そんな見ないですもんね、うん、どっちかっていうと、うん、20世紀少年は面白かったよ、あれは面白かったな、三部作で、うん、だからさおい日本のね邦画とかドラマがねつまんないとかじゃないですけど、あんまり俺もそんな見ないから。でも見ればね結構俺も見入っちゃうんだよな。あっちほらもう晴れてる、何だったんだろうな、がっつり先当たったけどな。